あ、田原です。田原さんと行くジャンボ亭ツアー、はい、今日はジャンボ亭、あいにくの雨で練習してる方がいませんが、ちょうどぐるっと見せてもらえるみたいなんでツアーをしたいと思います。そこに打席があるんですけども、まあ、ここはもうサンドからアプローチからもうアイアン、ドライバーまで全部で、一番奥までが約280ヤードほどあります。お、広い。これは芝は全部張ったんですか？そうです、張ってます。へー。今剥げてるところに関してはまた張り直して、これはまあすごい張ってるやつなんです。もともと谷だったんですよ。谷？ここら辺、平面じゃなかったんです。へー。で、ここがいつもドライビングベンチ、小崎プロが経営専用の座席。お、中にあるのは練習器具だったりとか、そういうのとかいつもジャンプが使ってる。奥に鉄アレンがある。そうですね、タイヤルトレーニングするみたいな。タイヤ機ですね。本当にやるんですか？います。原さんたちもやってたよ。そうですね。本当だ。これタイヤをずっと引っ張った。ね、タイヤ引き専用レーンですか？はい。おお、体で。やって引っ張っていく。おお。で、今高校生たちも練習に来てるので。こっちもやるんですか？はい、毎日。毎回来たら一番最初にやることがこれです。でもなんかこう手作り感が満載。もう手作りしたからね、夢の秘密基地みたいな感じですね。本当にトレーニングルームです。これは何の器具なんですか？これはベンチプレスだったりとか、あと足。本当だ、うん、重りがある。そうですね、太陽の下で筋トレしてるんですね。もう本当に晴れてる時はすごいもう暑いので、今プロはもうそこの塊ぐらいしかもボール近くないので、あーもうみんなプロだから。そうですね、坂の手前とかにボールバーってあります。あれ全部グリーン狙っていってたりとか、はい、ここの庭もですか？そうです、ジャンボさんが作ってる庭。お、売ってる人も。ここにも芝引いて普通に打ってたり、うん、他の部分アプローチからミドルアイアンぐらいまではバンカーもすごいちゃんと、うん、1ヶ月前に作ったティーグラウンド。それこそホームセンターで高台芝を張って。こんなに根付くんですね。そうなんですよ。ちょっとまだね、あとはあります。でもすごい。大丈夫、ドローボールでも小屋には当たらない。当たるイメージあります？ある。絶対当たりそうじゃない。左からの左タイプだからで、右向いてる。あ、右向きたくなる。だって一応 OB あるから。そうですね、まだここは誰も打ってないですけど、うん、もう少ししたら打てるようになります。常に進化してる。そうですね、うん、ちょっと話してたら小暮さんが工房でちょっとドライブを見てくれるということになったので、小暮さんの工房にやってきました。あ、ジャンボさんの工房。ジャンボさんの工房で、僕なりにもう一発、まずこれだけでいいと思います、今回は、うん、今日雨で打てないんですけど、はい、ここだけ耐えます。グリップ、うん、C の 7.54。 ああ、こうやって上がるんだ、はい、これさんの生グリップ効果、うん、これヒートガンで温めた方が取りやすいんですよ。で、このグリップちょっと入れ替えます。はい、ジャンボさんのグリップ入れます。そんな、あ、でも重いかもしれない。重そう。重いんだわ、女性には。後ろに J って硬い。そう硬い。今鼻襟から折る。しかもなんか糸が出てる。滑らない。何ですかこれ。タコ糸が入ってて、すごい。これは市販されてるんです。市販されてます。ジャンボさんグリップだって。綺麗に切れた。バックラインって分かりますよね、こう覗いたらあるって。なんか持った時に引っかかる。そうそれがちょっとその向きによって左行かなくできる。へえ。あんまりこう裏方の作業を裏方じゃないですか、見られるとちょっと恥ずかしい。すごい。でこれなんかよく何巻きとか言うじゃないですか、うん、あれは何なんですか？あ、内巻きね。うんうん、内巻きっていうのはジャンボさん巻きはありますけど、ジャンボさん巻き、うん、この内巻き方実際いいかな。1本握ってもらって、ね、
握ってもらったらこんな感じに。これそれジャンボさんのクラブだぞ。触っちゃった。それぐらいにバックライン出すっす。いやすごい。ゴリゴリじゃないですか。あ、なんか尖ってるんですけど後ろ。あね、三角になってる感じ、こうやって。飛び出してる。なんかね、グリップが丸じゃなくてね、長え楕円みたいになってる。長細い。ここが特にすごいよ。ここ。ここが長方形。だから楕円になってる。ここ今から入れますけど、はい、この向きで。すごいすごいすごい。どこ入れます。わ、すごい。職人の動きだね。これで大丈夫ですよ。ちょっと僕ねじるんですよ。私は右に向かなくなるかもしれない。そう、これでダメだったらまた言ってください。その一発で決まるとか限らないんで、うんうん、それが調整なんで、はい、その向きが左こかなくなるから打てば分かります。本当だ、フェースが被ってるもん。手にしっくりくる。しっくりくる。あのいつも余ってて、うん、手の中でいっぱいグリップが。え、なんかちょっと、あ、ちょっと違うかも。ここに来る、ここに来る位置が違うの。そうそう、それ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 。と、なんか、ね、うん、面がちょっとあっち向いてる感じがする。へえ。それで打ったら全然違いますよね。あとはその振った感は鉛でバランス調整したり、うん、曲に打ったら長さだっていろんな長さもあるんで。それをフィッティングする。とりあえずやるとしたらこの最初はそこかな。へえ。一気に変えちゃうとクラブそのものが変わりすぎちゃうと、もう元もなくなっちゃうから。はい、ありがとうございます。ちょっとこれで早速練習場に行こう。小森さん、はい、ありがとうございます。やってもらいます。ありがとうございます。やってみます。でも左こかないでしょ。あの球がむしろ右行くでしょ、ほら。でしょ。いや、だって左にしか行かないって言うから右に行くクラブしたわけ。すごい。まあ、でもこれで練習してると、うん、もうちょっと左に引っ張れるようなスイングになるから、うん、だって右向いたら右にあそこ行っちゃうんですよ。確かに。だから左向くようになりますよ、むしろ。左行かない。行かない。 OK、ちょうどいいでしょ。今相当左に振ってったのに、うん、むしろ右で、まだ右に、まだチーピン来ない。それでチーピン来たらよっぽどスイングが悪いです。こんなこっち向いて打てないですもん。向いていいです、はい、むしろ捕まんないでしょ、捕まんないでしょ。なんで。いや、それがあれですよ、コグレマジックです。むしろストレートでしょ。完璧じゃん。曲がんないんだけど。今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうでした、ジャンボテとジャンガーというものに初めて触れてみて。何ですか、自分たちがやってるゴルフが好きっていうのとまた違う目線とか、うん、違う感覚のゴルフが好きとかゴルフを伝えたいっていうのがすごく楽しかった。うん、よかったです。ありがとうございます。最初緊張されてたもんね。そうですね。ここはどこですみたいな感じで。小暮も結構。いや、年はちょっとダメなんですよ。ダメです。取ってないところで、さっきすごい打ち解けてて、だろうみたいな。それをね、うちは取りたいんで、いつも常日頃回してるんですよ。あ、適当に回してるんで、勝手に。危ないですよ。それが YouTube です。そうです。できたら、うちはもうラウンド動画がやっぱり売りなので、ゴルフ場で一緒になんかできませんかっていうところで、ちょっとなんか一緒に企画できたらなと思うんですけど。はい、ラウンドですか。そうだね。まあだから、小暮はプロ目線というか、もうプロの技術もそこそこ持ちながらということと、あとクラフトのこともあるので、はい、心ちゃんと、まあ、小暮が例えば一緒に回ってね、いやマネージメント、キャディもやってるわけなんで、うん、マネージメント、はい、プロ目線のマネージメントっていうのも、うん、心ちゃんも一回こう小暮のマネージメントも間近にすると、またポーンとレベルアップしちゃうんじゃないかなと。だからよく、P グラウンドとかでも何も考えないんですよ。ちょっと考えましょう、はい、最低なんかこう、ペナルティはどこか、入れちゃいけないバンカーどれとか、
風向き。風向き大事よ。一番大事ですよ。みんな風の話するプロの人は、はい、クラブが変わっちゃうんで。風によって風によって。あと打ち方じゃないですけど、基本の基本だね。あの刺すところとかも考えるんですか。考えますか。ティーグラウンド傾斜まで考えますか。そこに立ったらちょっとよくそう変なところに刺してるよって言われてるんですよ、はい、そこはちょっとっていうところもありますから、ね、そうですかみたいな思ったりするので。あと右向きが直ったら最高だ。一緒に回って、はいはい、回って右向きがラウンド中に足が直ってったら本当にすごいと思う。すごい、みんなびっくりする。みんなびっくりする、うん、直しきらないんだ。だからスイング見てないですからね、まだ、うん、コースに行くと右に向きたくなるんですよ、うん、じゃあ練習場と向かないですよ、全然。だから右に向かないと打てるはずなのに、コースに。だからどのくらい右向いてるかなんですよ。結構右向いてる。でも本来右向く、あの心ちゃんのアドレスする人はドローヒッターなの。ドローヒッターがするアドレスをしてるんだけど、あの脇の下に出していくイメージなのね。だからイメージ的にはね、フェードのイメージ。そうなんです。フェードのイメージ、うん、だからそれは私も知らなくて、自分でもそのトラックマンとかなんかスーちゃんとかフェードのあれが出るんですよね、はいはい、うん、あのアウトサイドがね。だけど自分はドローで打ってるイメージしかないから、その辺のギャップもある。だからあれ今変えたんで、次回楽しみに、はい、ちょっと練習してみれば。じゃあもう日程調整して、はい、幸せ心ここでさんにマネジメントを学ぶっていう。もうあれ確定ですから。大丈夫ですか。そう、はい、忙しいですよね。まあ、空いてる試合だったり、ヨコさんの試合がない週とか、そういうんだったら、いけると思います。ありがとうございます。じゃあ、やっちゃおう。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。